よっと。おっ。はい、来ました。一番高いところ。完璧だ。バットスキャナーを使って作業員を探せる。これかっこいいな。スケアクローとアーカムナイトの会話を聞くことができたわ。あとは頼むわよ。奴がいたんだ。終わらせることもできたのに。長尾秀樹。奴を倒してはいないが、もうすぐだ。もう十分に待った。バットマンは今夜死ぬ。どうしたらいいんだろうな。会話してる人をまず長押しで解析。この人。アーカムナイトが誰か思い当たる。あなたと過去に関係がありそうだけど。敵を大勢作ってきた。あいた、あそこだ。この人とあと一人ですね。成功だ。よし、施設内にはこれでここに行きましたね。無事を祈りましょう。無事を祈りましょう。よし、おーい、便利だな。とりあえずまあ助けようか。あっちから行きましょうか。じゃあね、いや、これ戦車どうすんだ。とりあえず奥に行きましょうか。ほっ、たたたたた。よっと、とりあえず高いとこ来ましたよと。入れないかな。ダメですね。とりあえず下に行きましょうか。よっと。こっち側からじゃダメかな。おっと。よっと。もう、あの黄色いのなんだ。入り口がどこだろうな。違う。まあ結構オーライ。降りて。よし、ここ入れるかな。これダメ。どうしようか。この動線みたいなのは何なんだろう。向こう側っぽいんですね。静かに言ったらいけんのこれ、もしかして。なんでもないでーす。入りまーす。ああ、死んだ。早い。初めて死んでしまいましたな。終わりだヒーローさん。あ、さよなら。え、もしかしてこれ毎回終われんのかこれ。この野郎。で、労働になってしまうんですね。あ、待って、これどっからなんだろう。あーん、あ、見つけましたからかな。では今度は違うところ行きましょうか。一番近く。あっち行きましょう、あっち。あれあれ。これ戦車にバレるとダメってのは分かったので、これバトンより呼べんのかな。バレる。逃げよう。いやー、スニーキング多いですねこのゲームね。これで一瞬ちょっと消しましょうか。これをね、この3人を倒して家の中の3人を倒しましょうか。バレてるね。スモークベレットを落とすってなんだ。ああ、そういうこと？意味ねえな。あいつさん警戒レベル高すぎない？ちょっと裏回りたいな。みんなこっち見てるな。あ、ダメだ。ご両親。ご両親だ。ほら。合流したわ。いけるもんだな。であの人たちをなんとかすると、どうやって入るんだろうな。多分入り口から「こんにちは」は死ぬんだよな。上か下から助けるには壁を壊さないと。マットモービルであの物質に突っ込むしかない。バットモービルから入るように SK の専門開けろ。バットモービル攻めんのか。あっちか。よいしょっと、この下かな。あそこか。いや、めっちゃ戦車あるけど。みんなの話を聞こえるのはいいけどさ、それをどうしてたらいいの私。一個来たね。ここかな。まだ何人いるんだ。あー、3人やって残り2人は合流した。ホッホッパンチ。痛い。工場の入り口を開く。それから痛い。よし。であなたをとりあえず助けましょうか。オラクル、作業員が殺された。ダメだ、死んだ。奴らを止めなくちゃ。聞いて、軍隊の通信ネットワークに侵入した。マジか、やるな。どのチャンネルの通信も聞くことができるわ。ありがとう。施設の中にバットモービルで入れそうだ。奴らに借りよう。変えさせてやる。バットモービル強いからね。行くよ。正門オープン。ガチャッとゲートが開いた。さあ車で入るぞ。バットモービルリボートを選ぼう。これか。行くぜ。メインゲートが開いた。$1億の選手がお前に向かっていくぜ。中庭にダイヤモンドバッグを配備しました。ウィンチ。奴は死んだも当然です。手を開けろ。60mm砲なら敵の戦車の装甲を貫ける。何発か直撃させなきゃいけないけどね。さあ行こうか。それ乗った。さあ、この近未来的な戦車で前後左右自由に置ける戦車なんかそんなない。よし、オーケー。からボスの言った通りアーマーを突破されました。奴は人質を探して。ウィンチオープンザドア。あ、おお、すぐもやり直せる。よーし。でこれでさっきのさん助けられるかな。引っ張るよー。なんださすが。そりゃビビるよね。いきなり壁があんなかったよね。おお、いいね。撃ってくれるのね、あれが。で、助けますよと。おい、バットマン、助けてくれ。こっちからこっちドアを開ける。よかった、助かった。こっちか、やられたね。自分からまんまと檻の中入っちゃったよ。字幕長い。秘密がある。奴が一番強い場所だ。まず弱点である肩、そしてスーツの継ぎ目を打て。頼む。何か言ったか。放っておけ。常に弱者や無力なものを守る。そういうところが好きだね。わかりやすい。だから俺たちが勝つんだ。この似たシュレットしやがって。お見通しだよ。私が考えていることがわかるか。もちろんだ。こう考えてるな。この男は誰だ。その通りだ。いや、お前らのどちらを先に倒そうか考えていたんだ。そうだな、気があるな。俺は本気でお前を殺す。だがまずは苦しませてやる。ターゲット発見。喋るシーンが長いですな。なんかありません？できること。怖い。よし、怖い。まあ、バットモービルでしょうね。おはよう。よっしゃ。あ、いた。それバトンフィルがテーン。ほらほら、攻撃しようとしたやつか優先的に倒すぞ。ほらそれバトンフィルがトン、パンチパンチパンチキック。ほら痛い痛い、させんよ。やるじゃないの。命令してたやつだ。あんたのことを知ってたぞ。だね。バットマン夢だからね。救出。あ、じゃ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 。あの男は誰だ。君に似ているな。どうですか。もう耳っぽいよね。君が思うよりも深刻だぞ、バットマン。スケアクローは。うん。落ち着いて知っていることを話せ。いや、落ち着いてると思うよ。奴らはプラントを操作し、トラックと武器、兵士、危険物質を運び込んだ。全員が抜かりなくだ。奴は毒ガスを大量生産しているんだ。それはまずい。まずいぞ。我々はガスの雲が東海岸を覆う話をしていたんだ。東海岸を。スケアクローはどこだ。まずいんじゃないですか。俺には分からない。俺に分かるのは奴が計画を立て、軍隊がバックアップしていることだけだ。もうダメだ。もうダメだ。まず君を連れ出そう。そうだ、私が止める。はい、酔いそうなあれに乗ってください。スケアクローは見つけたか。まだだ。まずい状況だ。これ以上どう悪化する。いやいや、奴は東海岸を覆い尽くせるほどの毒ガス爆弾を製造中だ。部下を連れてここを出ろ。死刑についたら建物を封鎖して誰も外に出すな。部下は誰も外に出すな。私はここにとどまる。何か見つけたら知らせてくれ。オッケー。ジム、危険すぎる。ダメだ、バットマン、俺とは心が変わっていない。誰も巻き込みたくないんだな。優しいな。ああ、もう一緒に頑張ろうぜ相棒ぐらいの気持ちでいてしまった。武装とか見れるのね。まあいいや、とりあえず出ましょうか。よいしょ。あ、乗ってますね。いや、それビビるよ。橋の上にいるゴードンにエスキモなどの従業員を送り届けろ。頑張れ。本部長の元へ連れ帰る。あ、帰ろう。帰ろう、帰ろう。もうずっとこのモードでいいのが一番楽なんじゃないかな。街中に軍隊の戦車がいます。ゴッサムは占領されました。あら、スケアクローの爆弾を阻止できなければ街はなくなる。あれ、道長くない？飛んできたんじゃなかったっけ？ああ、下か。ウィンウィン。おっ、よいしょ。ただいま。かっこいいね、バットモービル。君ならやってくれると分かっていた。はい、一人救出。一人死んで一人救出。それ。次。奥のだいぶ前に戦車でやられたから。この奥に行きたいところ。あ、こっちか。ここから行けない？行けそうにないね。どうしようかな。これさ、行けんじゃない？もしかして。無理ですね。だよねだよね、いけると思ったんだけどね。おっ、やはりソロで行くしかないようだ。よいしょ。こう中を攻めて、あそこにデッキいたのか。